スクを外させていただきたいと思います。今の会議さんの方からご紹介いただきましたように、私自身は中東研究を、やっておりまして、特に、イラクを中心に、中東の、現在政治を、見ていくものです。で、中東をやりつつっていう言い方おかしいんですけども、やりながら国際政治をやっているお研究しているわけなんですけども、私自身はこれは全然切っても切れないものだというふうに思っていて、というのはそもそも中東地域をやっているとですね、研究していると、特に現代近代においてはですね、そもそも中東で起きていることが国際政治の一番なんて言うんでしょうかね、こう集約点というか、国際政治でさまざまな出来事が起こっている、その悪い言い方をすると吐き溜めのようにこういろんなものが集まってきて問題が発生するっていうところが、中東というところにもなっておりまして、それはある意味ではその国際政治がのつけがですね、国際政治、これから今日は話しますけれども、国際政治で、の中でなされてきたさまざまな悪事というか、見過ごしてきたものとか、いろんなことを、これをお配りしている論文の中では、フレッド・ハリデーという国際政治学者の言葉を借りて、ゴミ箱と呼んでますけれども、そういった、ゴミがをその不法投棄しているところが、世界中がですね、不法投棄している場所が中東というふうに、言うこともできるかな。そんなふうに、なんて言うんでしょうか、その国際政治がこう全部のツケを押し寄せているようなところから、今いろんな問題が噴出している。で、それが中東ってそういうところだよねっていうふうに思ってずっと研究をしてきたわけなんですけれども、今回のロシアによるウクライナ侵攻を見ていると、それって中東だけではなくて、中東に近いこの、国会地帯とか、高画質地帯とか、そういった中東に限らず、あの辺りっていうの全体に、そういう同じような国際政治のツケが全部回ってきたようなところになってるかなというようなふうに印象を持っています。そんなことで、今日ちょっとウクライナとかロシアについては全くの素人ながら、ここで、男女を見立ってお話をさせていただくことになりました。ちなみに私自身もですね、東京でもうずっとコロナで2年半も おこもり状態で来ましたので、大学自体もオンラインが中心でやってきましたので、ものすごく久しぶりに対面の講義をさせていただきます。なので、ちょっと正直忘れちゃってるようなところもあるので、皆さんの方からですね、話の途中で、今ちょっとこれ 何言われてるか分かんないんですけどっていうようなことがあったら、遠慮なく手を挙げていただいて、それって何ですか、あるいは今の話ちょっとよく分かんなかったんですけどっていうようなことを、ご指摘いただければいつでも受けたいと思いますので、遠慮なくお願いいたします。なんせ1時間半もある長丁場ですので、途中途中で余談も含みながら話をしていきたいと思います。で、今ちょっと申し上げましたようにですね、中東地域はなんか国際政治の吹き溜まりのようになっているというふうにありましたけれども、よくよく見ると、中東だけではなくてですね、近代現代のさまざまな問題っていうのは、例えば、これは、ちょっと後で話しますけども、ここがちょうどイラクになります。バグダッドと書いてありますけども、イラクになります。イラクはご存知のように20年前にイラク戦争があって、これまた世界は大騒ぎしたわけですね。イラク戦争の前にはちょっと切れてますけども、ここら辺にアフガニスタンがあって、アフガニスタンにアメリカが攻撃をするっていう、9.11 以降のいわゆる対テロ戦争が行われてきたエリアです。よくこのウクライナ侵攻が起こった時に、世界でこんな戦争が起こるとは思ってもみなかったって皆さんおっしゃるんですけども、みんなすっかり忘れてますけども、
世界ではイラク戦争の時も大騒ぎするほどの大きな戦争でしたし、その前のアフガニスタン戦争も天地がひっくり返るような、ちょっとこんなことが起こっていいのかっていうような戦争でしたし、どうも日本も含めて世界はですね、ヨーロッパで戦争が起きるとみんなびっくりするんですけど、中東とか他のところで戦争が起きると、あ、なんかいつものことだよねみたいに思われてしまうんですけども、全然いつものことじゃなくて大きなことだったんですね。まあそこは忘れないでほしいなと思うんですけども、ちょっと言っちゃった。でもあれ喋るくらいに映ってしまう、すいません。戻りますけども、ここで、イラク戦争が起こって、20年前に起こったで、もっと遡ってですね、例えば1990年代になると、ここユーゴスラビアっていうところが昔あったわけですね。でユーゴスラビアが崩壊して、今の、セルビアとかクロアチアとかボスニアとかっていうふうにそれぞれ分かれて独立したのが大体90年代なんですけど、この時に旧ユーゴスラビアの中でもいろいろ、紛争がそれぞれの国の間で、その紛争があった。でセルビアの中のコソボというところが独立を求めてコソボ紛争っていうのもありました。この時にもNATO が介入したり、ロシアが介入したり、いろいろとあっても、ここも相当紛争地域というふうに、なりました。で、今はここですね、ここウクライナですけども、ウクライナにそのロシアが侵攻しているという状況です。で、もうちょっと前に行くと、ここコーカサス、いわゆるコーカサス山脈があるところですけども、この辺りもですね、やっぱり旧ユーゴ地帯と同じように90年代には、アルメニアとアゼルバイジャンの間で、紛争が起こるとか、領土問題が起こるとか、あるいはロシアの中に入りますけれども、チェチェンというところで独立民族運動が、激しくなったりとですね、いうような形で90年代以降、もっと言うと冷戦以降なんですけれども、冷戦が終焉して以降この地中海沿岸とか黒海沿岸で多くの紛争が起こってきています。で、それをですね、どうしてこの地域に多いんだろうっていうことを考えたときに、一つ、この地図を見ていただきたいんですけども、一つの共通点が、それは何かっていうと、ちょうどオスマン帝国ですね、という帝国が13世紀から20世紀の初め、第一次世界大戦のちょっと後まであったエリアに非常に、関連しているということがあります。その、昔の旧ユーゴスラビアも、この13世紀から第一次世界大戦まであったオスマン帝国の中に入っていました。これは時期によって、独立する年代が違ってきているわけなんですけども、この地図はですね、ちょうど17世紀の、最盛期、オスマン帝国が最盛期だった、16世紀、17世紀に最盛期だった頃の、領土を表した地図なんですけども、その領土を見ると、旧ユーゴスラビアも入っているし、コーカサス地方も入っているし、まさに今のウクライナも入っているわけです。クリミア半島がここにあります。なので、今のトルコがここにあって、ウクライナがここにあるっていう形でですね、実はウクライナとロシアの戦争っていうと、ヨーロッパの間での戦争みたいな風に見えますけれども、地中海の方からこう北を見上げてみると、あ、昔のオスマン帝国の領内にあったエリアの話だよねっていう、そういう風になるわけなんですね。で、そうするとなんかすごくオスマン帝国そのものに問題があったように見えるかもしれませんけれども、そうではなくて、ちょっと結論を先取りして言うとですね、
結局今というかもう90年代以降というかあるいはソ連が崩壊して冷戦が終わって以降起こっているさまざまな問題っていうのは、このオスマン帝国が終わってしまったあたり、すなわち第一次世界大戦の後に、まあ、世界秩序というのは今の世界秩序というのは基礎が作られてしまうわけなんですけれども、その時に、まあ、先ほど言った無理やりやったことによって出てきたゴミ、つけみたいなものが未だにこの地域に、こう噴出していて、でそれをこう世界全体で忘れてきたかのようにほったらかしにしてきたことで、まあ、問題が生じているのではないかというのが私の印象なんですね。というのはこれも先取りして言うとですね、要するに、第一次世界大戦の後、それまであったオスマン帝国みたいな帝国を、まあ、潰した後ですね、無理やりヨーロッパ型の国際秩序、国際規範というようなものを、まあ、他のアジア地域にも広げていったことによって無理があっちこっちで生じて、あっちこっちで生じている無理が、まあ、いろんな形で紛争というふうに生まれてきているではないかなというのが私 の、 全体的な印象というか趣旨、今日のお話の趣旨になります。で、まあ、そういうことで、まあ、中東を中心に、まあ、見ていくわけで、今 の、 ウクライナのですね話、ウクライナがここにあって、ウクライナがここにあってクリミア半島がここにあってって話の中でですね、いかに、この時ウクライナとか、クリミア半島とかこの辺りにオデッサっていう港湾都市がありますけれども、いかにそれが世界の歴史の、まあ、中心だったかっていう話はですね、最近に出た本とかちょっと古い本で、こういうのがあります。チャールズ・キングという人が書いたオデッサっていう本があってですね、これ英語でしか出てないんですけども、とっても、読みやすくて、面白いんですけども、この本はいかにこのウクライナあるいはクリミア周辺オデッサという街がですね、ユダヤ人の街だったかっていう、そういうことが書かれています。で、このちょっと行き来するんですけれども、この今紹介したオデッサという本はですね、まあ、オデッサにオデッサあるいはクリミア半島を中心に、あるいはウクライナ の、 北海沿岸地域にですね、たくさんいたユダヤ人たちが、ロシアの中にあって、ポグロムというですね、ユダヤ人迫害を受けた。でその結果彼らはですね、オスマン帝国の本土というかトルコの方とかこちらに今あるイスラエルの方にやってきて逃げてきたっていう、そういう話です。で、まあ後から話に出てくるかなって出てくると思いますけども、今ご存知のようにパレスチナ問題がここであるわけですよね。そのイスラエルによってこのイスラエルに建国されることによって、ここに住んでいたパレスチナ人たちが、まあ、追い出されたり占領されたりっていう、その問題がもう一世紀近く続いているわけなんですけれども、このようにイスラエルという国ができる原因になったいくつもあるんですけども、その一つにこのウクライナ南部で起こったポグロム、ユダヤ人迫害っていうのの影響があります。この時に要するにヨーロッパあるいはロシアでですね迫害されたユダヤ人たちが、まあ、実はオスマン帝国の中に住んでいたユダヤ人たち社会の方が生きやすい、ヨーロッパに住むよりもオスマン帝国の方が住みやすい状況だったということで逃げてくるっていう、そういうことが書かれているのがですね、このオデッサという本です。で、まあ、もし英語で本を読んでみたいと思う方がいらっしゃったら、ぜひ機会があったら読んでみてください。これは実はお配りしたプリントには、書いてなくて、後からちょっと昨日の夜付け加えたものなんですけども
もう一つの方はですね、まあ、ウクライナと世界情勢をつなぐ話 の, エピソードとして、面白いのがですね、これは去年から出たなんだと思うんですけども、かくしてモスクワの夜は作られ、ジャズはトルコにもたらされたっていう本なんですけども、これ、こういう本の紹介してるとそれだけで時間が終わっちゃうので熱いなと思うのであれなんですけども、関心ある人はぜひ読んでいただきたいんですけども、どういう話かというとですね、今度は黒人の話です。ちょうどアメリカのですね、南北戦争の後の、黒人社会に生きていたアメリカ人の黒人が、まあ、南北戦争からも分かるように奴隷制のもとにありましたけれども、奴隷制が亡くなった直後にですね、まあ、自由になったとはいえ、黒人には、まあ、劣悪な、まあ、環境が待っていた。で、差別されていたアメリカの黒人がですね、何を思ったか、その海外に出て、一旗あげてやろうと言って、アメリカに住んでいられないということでヨーロッパに出る。ヨーロッパを転々としてあげく、最終的にモスクワで、バーとかキャバレーの興行主になってですね、人を稼ぎするっていう、そういうなかなか面白い話なんですけども、でモスクワにいたところロシア革命が起こりますと。でロシア革命が起こって彼はどうするかっていう と,、さっきのモスクワから、降りてきてオデッサに逃げて、オデッサで船に乗って、黒海を渡ってイスタンブールにやってくる。で、当時のオスマン帝国の帝都であるイスタンブールにやってきて、そこからなんとか命からがら逃げていくっていう、そういうお話が出てきます。そういうのを見ていると、いかにウクライナ、今のウクライナ、全然なんかどこにあるかよくわからないぞみたいなイメージのウクライナがですね、なんとモスクワにいたアメリカ出身の黒人が、逃げてきて、ロシア国民で逃げてきて、しかも最後にイスタンブールに逃げていくという、そういう世界史の中心部分に少なくともオデッサというところがあったんだっていうのがよくわかる本です。こちらは日本文にもなっている、なかなか面白い冒険宅ですので、これもぜひ関心がある人は読んでみてください。こんななんかちょっと余談ばかり間に挟んでいるとですね、本当に問題が進まないんですけれども、なんか時間がたっぷりあると思うと、こんな余談に入れちゃうんですけど、さて、中東の話に元に戻ります。で、まあ現代の話に戻りますけれども、ロシアがウクライナに侵攻して、日本もそうなんですけれども、国際社会は一斉にロシアに対して非難を浴びせるわけですね。まあ、もちろん独立国に対する、軍事侵攻ということで、国際法的には糾弾されるわけなんですけれども、国連の中ではですね、2月25日には安保理決議で、そして、3月2日には、国連総会緊急特別会合ということで、ロシアによるウクライナ侵攻に対する非難決議を上げようとします。で、安保理決議の方は、これはロシアが拒否権を行使しますので決議として成立しないわけなんですけれども、緊急特別会合では、非難決議が上げられます。で、この時にですね、注目されたのは、これは日本も含め、欧米先進国はこぞってロシア非難ということでこの決議に賛成をするわけなんですね。でも日本でもなんか賛成しないやつは人間じゃないみたいな感じのムードで、ウクライナかわいそうっていう一色でになりましたけれども、その中を見るとですね、実は反対している国も結構ありました。で、中東以外の国もっとたくさん反対して、5つほど反対している国もあるんですけども、とりあえずここではですね、中東の国々を見てみようということで、中東の国々はこのウクライナ、侵攻に対する非難決議にどの国が反対し、どの国が棄権したのか、つまり賛成をしなかったのかって見るとですね、
まあ、ロシアに近い、関係の深いシリアは、まあ、反対をした。でロシアとそれほどあの関係が密接だというわけではない、国々アルジェリア、イラン、イラク、スーダンなどでもですね、まあ、危険をする。で、非常に親米な国であるというふうに、まあ、言われているモロッコですらですね、意思を示さずという態度を。で、もっとびっくりしたのはですね、安保理決議、その3月2日の特別会合での決議に先立って、挙げられた安保理決議ではですね、今度はその時の安保理、非常任理事国だった UAE、アラブ首長国連邦ですね、日本が、サウジアラビアに、サウジアラビアに続いて一番多く石油を輸入している相手国、これが UAE で、この間の王様が亡くなって、王様が亡くなって葬儀があったわけなんですけども、これもまた余談なんですけれども、今言いましたように日本は石油をこの UAE から、まあ、サウジに続いて2番目にたくさん買っている、すごく石油に依存、UAE に依存しているのが日本なんですけれども、にもかかわらず王様が亡くなったのに、葬儀に、閣僚、皇族誰も行かないっていうですね、すっごい恥ずかしい状態になりました。他は各首脳がですね、国交がなくなったっていうので葬儀をバーッと押しかけて行ったわけなんですけども、日本はほとんど誰も行かなくてですね、しょうがないので自民党の甘利、今幹事長辞めさせられたんですね、なった途端に辞めさせられた悪名高いあまりさんがですね、言って、これはあんまりじゃないかっていうダジャレが自分の気にしないので生きがっていたんですけど、まあそういう、いずれにしてもですね、まあ、日本は無知かもしれないけれども、欧米先進国、特に石油を輸入する国々にとってはものすごく重要な UAE、そして UAE 自体も非常に親米というかアメリカべったりな形でやってきた産油国です。それがウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻のを非難するという決議に対して棄権するというそういう行動に出ました。まあベタベタの親米国ですから、当然もろ手を挙げて、アメリカの主導するロシアけしからんっていうそういう姿勢に賛成してもおかしくない国がですね、棄権する。それだけ、まあ、裏を返せば中東諸国でそんなにロシアのウクライナ侵攻ってそんな重要なんですか、そんなにもう世界中で矢面に立つほどひどいことなんですかっていう疑惑、疑念というものが特に中東の国々ではよく見られたということなんですね。でもそれが何なんだろうっていう、なぜそういうことになるのかっていうことを、まあ、中東のごくごく最近の状況をですね、まあ、から説明すると、ロシア依存が高まっている国が多いっていうことが一つあります。中東諸国の中でもですね、特に、まあ、シリア、まあ、今さっきちょっと言いましたようにですね、ロシアのウクライナ侵攻にの非難の決議に最も反対した国として、まあ、シリアがあるわけなんですけれども、そのシリアがなぜそうなのか、ロシア批判をしなかったのかっていうと、まあ、これはシリア内戦というのが2011年から、まあ、ごく最近まで、だいたい2018年ぐらいまで、シリアで内戦がずっと続いていたわけなんですけれども、その、まあ、シリアの政権側、アサド政権というのが、まあ、今でもありますけれども、シリアの政権側を支持してき、たのがロシアです。まあ、なので、まあ、そのロシアに、まあ、支援されているアサド政権が、まあ、ロシアを、まあ、非難しないというのは、まあ、当然といえば当然のことになるわけですね。で、まあ、この、まあ、ちょっと書きましたけども、ロシアはですので、シリア内戦中、まあ、ロシア軍、まあ、シリアの政府の支援をする形で内戦に介入して、まあ、シリア国内で反政府勢力を空爆するというようなことを、まあ、繰り返しやってきたという、そういう関与
ノンシビアの方で、まあ、プレゼンスを強めていくというのがあります。まあ、同じように、まあ、シリアと共闘関係にある、まあ、イラン、これも、まあ、先ほど、見たようにですね、まあ、ロシアのウクライナ侵攻に非難することは棄権する、反対まではしないけれども棄権するというような形で、まあ、そんなにロシアそんなにひどいかっていう、そういう姿勢を示しました。でこれもイランもですね、ご存知のように今イランはアメリカによって、経済制裁を受けています。国際的に孤立しています。でそうした、まあ、国際的に孤立しているイランにとっては、まあ、中国とかロシアといったような、まあ、アメリカから距離を置く国々っていうのは、まあ、頼る相手ということなので、まあ、イランもですね、ここは頼る相手を失ってはいけないということで、まあ、ロシアとの関係というのは最近、まあ、強くなっているというのはあります。で、まあ、このように、まあ、シリアとかイランみたいに元からというか、まあ、アメリカと仲悪いからロシアと仲良くするしかないよねっていう、そういう国々がロシア非難をしないというのは分かるんですけれども、先ほどちょっと言いましたようにベタベタの新米国であるアラブ首長国連邦、UAE などのような産油国、これらが実はロシアに対してあまり非難をしない、アメリカにこう右へ習いで、ロシアにしたっていうことを言わない、そこのあたりが日本と随分違うところなんですけども、そこはなんでなんだろうというのが今大きく疑問に言われています。でその原因 の, かなりの大きなところはですね、新米国である UAE とかサウジアラビアとかそういったアラビア半島の産油国に対して実はアメリカが最近冷たいということなんですね。まあ、これこの話はもうちょっと長くなるのでしませんけれども、まあ、イラク戦争以降あるいはそれ以前からですね、まあ、アメリカが特に湾岸の欧米産油国に対して、あまり言うことを聞いてくれないという、そういう状況があります。で特に UAE などはですね、これはアメリカから武器を買いたいということで、ここのところずっと要請しているわけなんですけれども、アメリカが武器を UAE に対して売ってくれないんですね。で、その多くはですね、アメリカの特に議会の中でですね、アラブの国に武器なんか売っちゃうとそれでイスラエルが攻撃されるんじゃないのっていう、なんか多分絶対そういうことはないんですけども、UAE に限ってはですね、ないんですけれども、そういう理由でことごとく、新米国なのに、中東の産油国に武器を売らないみたいなことがあってですね、そうしたもともとの新米国がアメリカって頼りにならないんじゃないのっていう、そういう状況になっています。でそこでその代わりにですね、最近このグラフはですね、このグラフはお配りしているものを見ても本当に注意するんですけども、そういった中東諸国、主に湾岸の産油国が多いんですけども、中東諸国がどこから武器を買っているかというグラフです。2000年からずっと上げていて、確かにこの、アメリカ、青いのがアメリカですので、やっぱり、まあ、どこの国もアメリカから武器を買っているのがほとんどなんですけれども、オレンジの部分がロシアなんです。でこのオレンジの部分が増えたり減ったりしているのを見るとですね、面白いのはやっぱり2010年前後、このあたり2000年代の後半から2010年の前半ぐらいまでロシアから武器を買うのがずっと増えていくんですね。でその分アメリカから買うのが減っていく。で、その後2015年以降、これまあちょうどイスラム国とかそういったことで中東全体に治安が悪くなった時期ですけども、この時にですね、アメリカからも武器買ってるんですけども、同じようにやっぱりロシアからの武器輸入も増えている。ということで、新米国だから仲間だから連中は安心と思っていたような国々が
アメリカに愛想を尽かしていて、ロシアの側に寄っているっていうような環境があるわけです。で、そのじゃあアメリカに愛想を尽かしているっていうのは何でかっていうとですね、これも非常にはっきりしていまして、アメリカがですね、中東から出ていこうとしているっていうことなんですね。で、出ていこうとしているっていうか、産油国、親米国、親米の、中東の産油国にとっては、アメリカっていうのが唯一の、と言ってもいいぐらいに、唯一の、頼みの綱でした。これもちょっと日本に似てるところがあるんですけれども、要するに防衛、国防、国の、防衛というのをある意味ではアメリカ任せにしてきたのが湾岸の産油国になります。まあ言ってみれば金にあかこういう言い方するとちょっと語弊がありますけど、金にあかして武器を買い、金にあかしてアメリカ部隊を、まあ、動かしゃいいやみたいに、そういうふうに考えているような国々だったわけですね。なので湾岸の例えば、まあ、UAE にしても産油国の小さいところなんかはですね、アメリカにいてほしい、アメリカに守ってほしいというのがずっと、まあ、そういう意味では国ができてから以降ずっと続いてきたわけです。これ他の国とは全然違いますよ。そのイランやイラクやシリアといったような王政じゃない共和制の国々がまた全然別なんですけれども、少なくともそうした産油国にとってはアメリカにいてほしいと思っていたというのがあります。で、なのでアメリカはですね、の関与というのが強かった、これまで、の状況というのは、まあ、彼らにとっては良かったわけなんですけれども、そのアメリカが、まあ特にトランプ大統領の時代以降ですね、もう中東に関わるのは やめたというふうに言って、オバマの時からですね、オバマ政権の時からもうアメリカは世界の警察官にはならないんだと言って、まあ、中東の厄介な紛争にはもう手を出さないというような姿勢を強めています。バイデンさんがウクライナにいくらその武器支援したり、協力するという経済制裁を強めるとか言ってもですね、アメリカ軍自体を部隊を出さないっていうのはそれもあります。要するにアメリカとしてはですね、もう自分の部隊を海外に展開して、その爆弾をかぶるのは嫌という状況になってるわけですね。でその背景になったのがこの2つの戦争です。2001年に行ったアフガニスタン戦争、これ皆さん覚えておられますよね。ご出席の方々、年配の方が多いので、年配の方々は本当にライブでニュースで、ご覧になったと思います。9.11 の後、ビンラーデンをかくっている、かくまっていると言ってアメリカがそのアフガニスタンのタリバン政権、当時のタリバン政権を20年前に、まあ、ほぼ1ヶ月弱で叩き潰したっていう、そういう戦争です。若い人たちはあれですよね、でも若い方々で生まれてない方々も学生なんか相手にしてると先生生まれてませんって言われちゃうんですけども、まあおそらくそのようなニュースはご存知だと思います。で、2001年に 9.11 の直後にですね、アメリカがアフガニスタンを攻撃するというアフガニスタン戦争があった。でその2年後に、まあ、イラク、その流れでですね、あんまり関係ないんですけども、イラクを攻撃してイラクでも政権をひっくり返すということをアメリカはやります。でそういうことで実は2000年代に入るとすぐアメリカはアフガニスタンとイラクという2国で、国をひっくり返して、これを民主化するんだというふうに、まあ、銘打ってですね、占領軍を送り、間接的にずっと占領を続けてきたわけなんです。で、まあ、今言ったようにそのアフガニスタン戦争などではですね、わずか1ヶ月でアメリカは当時のタリバン政権というのをひっくり返しちゃいます。
で、まあ、その結果アメリカはですね、なんだチャラいじゃんみたいな感じでですね、アフガニスタンの政権ひっくり返すのに1ヶ月でできたんだったらイラクでも簡単にできるに違いないと言って、イラク戦争でも同じように簡単にサダム・フセイン政権を1ヶ月強で、倒しちゃうわけなんですけれども、その後が大変だったんですね。で、戦闘そのものはそのぐらいで短く終わったんですけども、その後アメリカが占領します、新しい政権を作ります。でもこれも日本も含めてものすごい膨大な資金をつぎ込んで、いわゆるアフガニスタン経済復興、イラク戦争後の戦後復興っていうのをやってきたんですね。やってきたと言ってるわけですね。で、その結果どうなったかっていうと、これアフガニスタンで、アフガニスタンに駐留していた米軍のが何人亡くなったかっていう、そういう、グラフです。で、下の方が米軍の死者の、グラフです。そちらのお手元に配っているやつで見た方が見やすいと思いますけども、で上の方がアフガニスタン人の民間人の死傷者のグラフです。2002年から入ってますけども、まあ、2002年から数年間、は、まあ、比較的落ち着いた状況にあったけれども、結局米軍の支配、米軍の、主導の戦後復興というのがうまくいかないということで、米軍に対する攻撃もどんどん増えていく、米軍の死者も増えていく、それよりももっともっと巻き込まれて亡くなるアフガニスタン人の民間人がどん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 増えていく、まあ、人の生き死にだけを見てもですね、決してアメリカが軍事攻撃によって政権をひっくり返したということがうまくいったとは到底言えないような状況がアフガニスタンで生まれてきたんです。で、まあ、なんだかんだ言いながらそれでもうまくいったと言えるまで粘っているんだっていうふうにずっと言い続けてきたわけですけれども、トランプさんの頃からですね、そんな痩せ我慢しなくてももうさっさと撤退しようやと言って、去年、アフガニスタンからアメリカは、まあ、撤退したわけです。で、ニュース、昨年のニュースで大きく出ていたので、皆さんもご存知かと思いますけれども、アメリカ軍は、アフガニスタンから、撤退する予定だったわけですけれども、その撤退予定日の2週間前にですね、アメリカが立てた政権は、ひっくり返ってしまい、で、アメリカが20年前に倒したはずのタリバン政権がまた前戻って、今や再びのタリバン政権になっている、そういう大事件が去年の8月に起こりました。まあ、ということはですね、要するにこの20年間アメリカは何をやってきたんだかなって話なわけです。これだけの死者を出して、でしかもこれ書いてませんけれども、これだけ の軍事行動をやってきたということは、もっとすごいお金がつぎ込まれてるわけですね。3兆ドルとかいう話がありますけれども、そのぐらい の、まあ、米軍アメリカの、国税がですね、アフガニスタンの20年間につぎ込まれて、でつぎ込まれた挙句撤退する前にタリバン政権が戻ってきて、まあ、元の木阿弥というか、まあ、何しに行ったんでしょうっていう、そういうただアフガニスタンを破壊しただけっていう、そういう戦争になってしまった。で、同じように来年20周年を迎えるイラク戦争もですね、イラク戦争の方がもっと激しく米アメリカ兵は命を落としています。これは2003年のイラク戦争から、去年までの、青い線が米兵のアメリカ兵の、死傷者数で、こちらはこっち側で、こっち側ですね、100人160人って書いてあるところのメモリの方の数字なので、そんなに3000人もアメリカ兵が死んでるわけではなくてですね、このこっちの方のメモリはこの、青い方 の、 イラク人の民間人の死者数の方向グラフに対応しているん
れども、いずれにしてもですね、イラクの方が、イラクでの方がもっと1日に、多い時に多い時、あ、1ヶ月ですね、ごめんなさい、1ヶ月で多い時には100人ぐらいのアメリカ兵が、バタバタと、まあ、死んでいるというような状況があって、イラクの方が、イラクもアフガニスタン同様に、何のために戦争したんだからもうわからないというようなほど何も得るものはない戦争だったわけです。得るものはないどころかイラクという国が、まあ、ほとんど崩壊状態にまで陥る原因となったのが、まあ、イラク戦争だったんですね。で、まあ、ということで、話が長くなってますけども、このようにアメリカがですね、その20年間アフガニスタンやイラクで占領して駐留してやってきたけれども、うまくいかないからこれはもう手を出さないに限るなくようやく思ったのが、まあ、効果トランプの時にですね、もうやらなかったと言ってバイデンがそれを引き継いでいるというのが、まあ、現状です。なのでこれはイラクやアフガニスタンにしてみれば、ようやくもう悩みの種だったアメリカはいなくなってくるっていうのは、まあ、ありがたいことではあるんですが、先ほど言いましたように、国防をアメリカ頼みにしていたような親米国にとっては、あ、アメリカいなくなっちゃうんだどうしようっていう、そういう危機感がある。でその分じゃあもう代わりにロシアあるいは中国に頼るというような状況になっている。そこが、まあ、言ってみればアメリカに対する不信感が、この20年間の間で中東の間で中東諸国の間では積み重ねて重ねられてきたということだったと思うんですね。はい、どうぞ。あ、マイクをちょっと今。今の話なんですけど、アメリカも行ってほしいって言ってる今の国っていうのは、それ自国の防衛って言ってますが、どこから自国を防衛したくてそういうふうに言っていく、まあ、近くの国でそういうアメリカいないのがいいみたいなところが分かっているのにもかかわらず、まだそういう形でアメリカの防衛をどこから防衛することを、意図している。それからその今のグラフなんですけども、やっぱ武器を、さっきのグラフですが、武器をやっぱりそうやって買っているんですが、でそれがアメリカ の、領土とロシアの領土が逆転してきているっていうことで話をしたんですが、そういう武器っていうのは逆に何にこう使うためにこう買っていて、それがそのロシア側につくかアメリカ側につくかっていう、その国の意思としてなんでそういう形で反映されてきているのかっていうのはちょっとよくわからなかったので、主人さんで。はい、大変いい質問だと思います。というか本当この質問が出るとですね、ここから1時間ぐらいそういう話しちゃったりとかするので、まあなるべく手短に説明しますけども、ちょっと中東の地図でいいのがないので、このちょっと趣旨が違うんですけど、これを使いますね。中東の国々の配置図ってこんな風になっています。これ独立した年代が書いてありますけども、今言ったアメリカが一体って国防を任してますよねっていう国々どこかっていうと、サウジアラビアが一つあります。で、UAE、この2つが、まあ、日本が石油を買っている2トップになるわけなんですけども、あと、まあ、石油も枯渇しちゃいましたけど、バハレーンっていうところが、ちっちゃい国があったり、あとクウェートというあたりがあります。ここら辺はですね、みんな、カタールもありますけど、このあたりは全部、まあ、王政、あるいは、まあ、王政のちょっと下の主張性、主張っていうのは、まあ、英語で言うとプリンスっていう意味です。王様ほど偉くないけども、まあ、まあ、要するに王のちょっとワンランク下ぐらいの、まあ、準王政みたいな、そういう体制を取っている国々なんですけども、話をちょっと長くしちゃうとですね、これサウジアラビア以外はこれクウェートとかバハレンとかカタールとかオマーンとか見ていただくとですね、黄色で塗ってあります。黄色で塗ってあるのはどうい
ういう国かというと、イギリスの植民地支配だった国なんですね。で、年代を見ていただくと分かると思うんですけども、クウェートが1961年、バハレーン1971年、カタール71年、UAE 71年っていう、そんな感じでですね、まあ、要するにものすごく最近なわけなんです、独立したのは。というのは、独立するまではイギリスの植民地支配がべったりずっと続いてたわけなんです。で、正直、これらの国々は、イギリスの下でずっといた方が楽だなと思ってたようなあの国々なんですね。でもイギリスはまあちょうど、まあ、他の国々が全部、まあ、イギリスから逆に喧嘩別れして、もうイギリスの支配なきゃいけないぞっていうふうに、な形でみんなもう独立していきましたので、イギリスは、まあ、ある意味では今のアメリカと同じですね。もういたがいるだけあの反対され攻撃され被害を受けるばかりなので、もうさっさともうほっぽり投げてしまえっていう感じでイギリスはあの撤退を決めます。なので撤退された後のこれらの国々はですね、困っちゃうわけですよね。でその後に来たのがアメリカなんです。アメリカにもう依存するしかないよいうことで、あの依存してたんですね。まあ、なんといっても彼あのこれらの国々は住民が少ない、砂漠の中 の, あの王族主張国、主張一族が中心になってできてますので、まあ、人口が少ない、でも石油がふんだんにあるということでですね、あの先進国にとってとても重要だ、住民にとって重要な国っていうよりは先進国にとってとっても欠かせない国なんです。なので、そのアメリカを中心とした先進国が防衛するっていう環境になります。で、今のご質問なんですけども、じゃあ彼らはなんであの自分の国を、まあ、どこから守る必要があるのっていう話なんですけども、その今一番その念頭にあるのがここイランです。このイランはですね、1979年っていうふうに書いてありますけども、これは独立したというよりは、これは何の年か分かりますか ?1979 年にイランが開拓の年。イラン革命ですね。そうなんです。イラン革命があって、これはイランという国はそれまで、まあ、ここら辺のサウジとか UAE とかと同じように、もうべったりの親米国だったわけなんですね。イラン革命までは。なんですけども、イラン革命が起こって、今のような、もうきっぱりした反米国になっちゃったわけです。で、しかも重要なのはですね、親米から反米になったっていうだけではなくて、イランというのはその当時まで、1979年まで王政だったんです。王政をひっくり返して共和制にして、反米のイスラムに基づく共和制というのができたわけなんですね。で、このパターンは、こっち側、ペルシャ湾のこっち側を見ると、サウジにしても UAE にしてもカタールにしてもバハレーンにしても、これ王政なわけです。べったりに親米の王政なんです。で、イランはイラン革命までは同じようにべったりの親米で王政だったんです。で、それがイスラム革命によってひっくり返ったわけです。めっちゃ怖いわけですよね。これらの国にしてみれば、同じことが起こったらば自分たちの国でも自分たちの主張性がひっくり返されて、で反米になっちゃうかもしれないっていうものすごい危機感があるわけです。で、反米になっちゃったら困るよねっていうことで、アメリカはここら辺もすごくイランの脅威からこれまで守ってきたわけなんですけれども、まあアメリカはそのイラクをやってみたり、あのいろんなことをやってですね、まあ、あのもう中東にかかるのはやめたっていうことにしちゃったもんですから、イランから本当に十分にこれらの国々を守ってくれるのっていうような状況でアメリカはいなくなっちゃう。で、アメリカはもちろんあのイランに対して国際あの経済制裁とかかけてます。かけているんですけども、これまたあのこれらの国々とってあの頭が痛いのは、オバマ政権の時に一回、そのイランの経済制裁を解いたわけなんですね。なので、そのあたりからですね、これらの徹底的にイラン怖いぞっていうような国にとってみれば、アメリカはひょっとするとイランで結んじゃうかもしれないっていう危惧を持ち始めるわけなんです。で、そのあたりからなんです。ちょうどさっきの、ですね、さっきのあの、なんだ、武器をロシアから買い始めますっていうのが、
きりするのはですね、この辺りなんです。つまりオバマ政権ができたぐらいからですね、オバマ政権イランに甘いんじゃないか、自分たちイランのことをとっても怖がっているのに、その十分に武器をくれないというそういう不満からですね、ロシアになびいて、そういう傾向が出てきたっていう話になります。わかりわかり、ありがとうございます。はい、民主主義とか言ってるんですけど、王政を一生懸命守ってるんですね。これも全くおっしゃる通りでですね、どんどんなんか、来週の授業はそのテーマですみたいな感じの大学で授業してるみたいな感じになっていくんですけども、全くその通りでですね、この、イギリスから引き継いだ段階で、そんなサウジアラビアは王政です。UAE も主張制です。クウェートもみんな主張制です。そういった王政の国々を民主主義を守るべきアメリカが支援していいのかということは、ずっとアメリカ国内では議論になっています。とりわけそれが一番問題に表面化したのは 9.11 の時です。で 9.11 の実行犯の中にサウジアラビア人がとても多かったっていうのはよく知られていることなんですけども、その事実が判明した時にやっぱりアメリカの国内でサウジ人が多いっていう、やっぱり王政で、しかもワッハブ派という非常に厳格なそのイスラムを掲げる国、これがここからこういうテロリストが出てくるっていう、そのサウジアラビアにアメリカはどっぷり支援をし続けている。これはアメリカの会議から言っておかしいんじゃないかっていうことで、サウジバッシングが続いたことがあります。でちょっとこれも余談になるんですけど、そのように湾岸諸国はですね、アメリカからあんたたち民主的じゃないんじゃないのってこう睨まれる都度ですね、ちょっとそうか、議会ぐらい作んなきゃいけないかなみたいな感じでお手盛りの議会を作ってみるとか、形だけ女性に賛成権を与えるとか、なんかそういうふうにちょこちょこと要するに外圧によって変わっていくというのがありますけど、その批判は常にあります。でこれはちょうどそうですね、後からお話をしますけども、やっぱりアメリカはですね、アメリカ国内にはそういうその大義名分、民主化であるっていうことをその前面に掲げなきゃいけないっていう議論と、いや、なんだかんだ言ってやっぱり石油は重要だ、やっぱり現実、リアリズムに基づいて、富と軍事力のそのパワーバランスのことを考えなきゃいけないっていう考えので、攻めに合っているっていうことがあります。で、これは後からちょっとまた、ここまで大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ちょうどいい具合にコメントいただきありがとうございます。で、次のところに、入っていくわけなんですけども、このようにですね、アメリカが、アフガニスタンでやってきたこと、イラクでやってきたことっていうことを考えるとですね、中東諸国にとってみれば、そういうそのアフガニスタン戦争やイラク戦争の、戦場に近い地域からするとですね、ロシアがウクライナに軍事侵攻したって言って、これはもう世界中で大変なことだって言ったところでですね、何のことはない、アメリカがしょっちゅうやってんじゃんっていう、そういう、戦争慣れしたって言ったら言い方悪いんですけど、そういうふうに言われちゃうことかもしれませんけども、もうそんなの今更のことじゃないでしょうよという意識がすごくあるわけですね。つまり今更じゃないっていうことはですね、要するに、なんでイラク戦争の時にアメリカがこんなひどいことをやってるって誰も言わなかったのに、言ってましたけど、国際世論の主流にはならなかったのに、なぜロシアがやったらこんだけみんな大騒ぎするんだ、不公平じゃないかっていうのがもう本当に本音のところです。で、しかもそこでその、これも後から話をしますけれども、そこで使っているレトリック、正当化、戦争がなぜ正しいのかっていうことを正当化する論理もですね、これ全く同じパターンでやってるわけですね。アメリカがアフガニスタンを、攻撃した、国連安保理決議にのっとって、攻撃してるわけなんですけども、その時の国連安保理決議っていうのは、要するにアメリカは 9.11 をやられました。で、そのテロに対してこれを対応しなきゃいけないんだ、アメリカとしては。でそれをそのテロと戦うためにアフガニスタンに、アルカイダがいるので、
あらゆる必要な手順を取る用意がある、あらゆる必要な手順というのは、まあ、あの武力行使も含めてですね。なのでアフガニスタンをアメリカが攻撃するのは自衛戦争なんだと言ってるわけですね。これはもう今から考えるとすごい無茶な議論なわけですね。これはちょうど日本がアフガニスタンの後方支援するときも言われました。アフガニスタンってあの周辺地帯なのか、アフガニスタンどう考えても日本の周辺とは言えないよねって話なんだけども、周辺地帯法っていうことで、まあ、無理やりしたわけですね。そういうふうに無理やりだけれども国連安保理決議とか、まあ、国際法を、まあ、引用するっていうのはよく見るとロシアだってそれやってるわけですね。で結局ロシアがやっぱりあのウクライナをあの攻撃したっていうのは、これは NATO がどん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 東にやってくる、あの NATO はもうこれ以上広げませんって何度も NATO なりアメリカなりが言ってきたにもかかわらず、どん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 広げていこうとする、これはロシアがそれに対する自衛なんだっていうふうに言う、そういう気持ちも、まあアメリカがアフガニスタンが脅威だっていうのと、ロシアがあのウクライナのあのがそのヨーロッパ側につくのが脅威だっていう、どっちがリアルにこう感じるかっていうと、なんかロシアの方が気持ちわかるよねみたいな感じのですね、あの、まあ、正直比較するとそういうような気持ちがあの中東地域の人々からするとそういうふうに見えるわけですね。で、同じようにやっぱりそのロシアはあのウクライナに侵攻するにあたって、まあ、現地のまあ、あのドネツク、ルガンスク の、まあ、ロシア系 の自治共和国から、まあ、あの協力を求められているんだということを口実にまして進行しているわけですけど、こういった言い方もですね、みんなそれはあのアメリカは繰り返し中東に対してやってきたわけですね、まあ、イラク戦争においても、まあ、あのアメリカはあのイラク亡命しているイラク人たちがあるのです、成績ひどいから何とかしてくれみたいなことをずっと言い続けていたので、まあ、アメリカとしてはですね、それはもうあのイラクに、戦争しに行って、新政権ひっくり返せば花を持って迎えられるだろうって本気で信じてた。そしたらもうボカスがあちこちであの撃たれるので話が違うぞみたいになったって言われてます。ロシアも同じようなことを言ってます。同じようにやっぱりウクライナに入ってロシア系を救ったらあの花を持って迎えられると思ったらそんなことなかったので、ちょっとああ、ふためいてるみたいな、そんな話があります。要するに、まあ、アメリカでもアメリカが同じことをやっているということを考えると、ロシアがやってることだけを責められる話じゃないよねっていうのが、特に中東はもうビビッドに、感じられています。で、さらにですね、この毎日のように侵略にさらされているっていうことを考えると、より一層そのビビッドなのがやっぱりイスラエルなんですね。まあ、ここはあの深入りすると本当にもう1時間も2時間も話してしまうし、まあ、中あの深入りさんも含めてもうお詳しい方たくさんおられるので、ここはまあさらっていきますけれども、なんといっても、まあ、イスラエルが日々パレスチナの占領地に対して、軍事的な圧力をかけ続けているっていう、これもまあ、イスラエルという国の成立あるいはその展開を考えると、これはまさにあの侵略なわけですね。もともとパレスチナ人が住んでいた、まあ、今のイスラエルの土地にヨーロッパからやってきたユダヤ人たちが、まあ、そのやってきたことのいろいろな背景はあります。先ほど言ったように、まあ、オデッサでポグロムにあって、つまりユダヤ人大虐殺にあって、もういられないっていうことで頬の手で逃げてきた人たちがほとんどです。だから逃げてあの来ざるを得ないっていう問題の悲惨さはあるわけですけれども、だからといって人が住んでる場所にあの勝手に住みつい、勝手にっていうかあの移住してそこで、住民を追い出して、そこに挙句の果てに国を作って、で、まあ、残ってる人たちを占領するみたいなことは、これは国際法的にもあの認められてないことなわけですね。だけれども、このイスラエルがやってきた、パレスチナにやってきた、行為というのはずっと、まあ、飽きられてるって言った方が早いかもしれません。もう国際機関も世界
界全体ももういい加減うんざりしていても誰も取り合ってくれない状態になってしまっている、忘れられた紛争というふうにもになりつつある。だけれども日々紛争は続いているわけですね。ちょうどこのウクライナ侵攻があった頃もですね、東エルサレムを中心に、パレスチナ人とイスラエル警察の間で小競り合いがあって、多くの死傷者をパレスチナ側に出したというようなことがあります。で4月にはですね、ラマダン中ですけれども、モスクで の衝突事件とか、つい最近はアルジャジーラというカタールにある、アラブ系の衛星放送ですけれども、その記者が、イスラエルの、銃弾によって撃たれて命を落とすというような事件もありました。でこのように、日々パレスチナでは死者が出る侵略行為、侵攻行為、軍事行為が行動が取られているのに、パレスチナには何にも世界は動いてくれない。でもウクライナに対してはみんなこぞって、救わなきゃって言ってる。このギャップは何っていう、まさに二重基準と呼ばれるものですね。それが特に重要によっては非常に露骨に感じられる。それがウクライナかわいそうということで全面に支持できる環境にはないということが言えると思います。そういうその相対的なものの見方というものがやっぱりこのウクライナ侵攻を見る上では必要なんだと思います。で同じようにその二重基準ということで言えばですね、その避難民の扱いというのがもう本当に露骨な二重基準が蔓延しているなというのが正直なところです。で日本の事例はこんな風になっています。もう本当に皆さんもニュースで日々ご覧になっていると思いますけれども、わざわざ特別機を飛ばしてポーランドからウクライナから逃げてこられた方々を、ピックアップして、で日本に90日間の短期滞在を認める在留資格を与えて、収容が可能で1年滞在できるという、そういう対応の姿勢をとっています。だから日本の難民制度って皆さんあまりご存じないと思いますけれども、世界の中でも難民認定率が最低レベルというぐらいに、先進国ですね、先進国でも最低レベルな難民受け入れ体制です。で、そもそも の前提にですね、日本に来て難民申請しないと難民として認められませんよというのが前提にあります。ですのでウクライナにいて、ウクライナから逃げてきてポーランドとか、これ周辺国に逃げていったウクライナ難民の数なんですけども、主にポーランドに圧倒的に多くみんな逃げてますけれども、そこでポーランドにいる、ウクライナ人なんていうのは日本にいないわけですね。なので日本の難民認定 の前提からすると、日本にいないんだから難民申請はできないです、どうやったって。だけれどもここにそれじゃあかわいそうだなっていうことで、わざわざ特別機を出してポーランドから連れてきて、そこで、短期滞在を認めるっていう形にしたわけです。この短期滞在がですね、今認められていません。すべての国において、日本に、観光も含めて短期滞在で日本に行きたいっていう人は一切認められていません。それはコロナのせいです。オミクロンの時にですね、ばっさり全部止めました。なので本当だったら何とか命からがらどこかから逃げてきて日本にたどり着きたいと思っている、難民申請の前にですね、日本にたどり着きたいと思っている人たちも短期滞在できませんよということで却下されて、入れないということになっているわけなんですね。でそういう日本のノーマルから考えると、このウクライナに対する対応というのは異常なぐらい特別扱いです。でこれは特にその前にあった事務所とかがあったんですけれども、アフガニスタンからの避難希望者に対する対応ともう180度違う、やり方です。
先ほど言いましたように昨年の8月にですね、アフガニスタンでは、まあ、政変があって、アメリカが撤退する、新しくタリバン政権ができるというような状態の中で、日本はですね、これまでアメリカと一緒になってアフガニスタン復興支援活動をどんどんやってきましたので、これは日本の大学なんかも含めてですね、アフガニスタン人を多く日本に受け入れて企業で研修をさせてみたり、大学で学位を取っ教育して学位を 取らせたりとかですね、そういういろいろ支援をしてきたわけです。でそういう人たちはですね、もうアメリカで教育を受けた人、あるいは日本で教育を受けた人っていうふうに、もうしっかりキャリアに残っちゃってるわけですね。でそうすると今度新しくタリバン政権になった時に、全部が全部とは言いませんけれども、中にはやっぱりお前たちは前のタリバン政権の前の政権に協力しただろう、アメリカが支援してた政権に協力してただろうということでポストを追われたり立場を失ったりして、行く道がなくなっちゃう、でそういう、あるいは命の危険を感じるような人たちも出てきてたわけです。でそういう人たちは、日本で教育を受けたので日本に逃れたいっていう人たちが、わんさか出たんですけれども、今でもたくさんいますけれども、アフガニスタンにいるから難民申請はできません、日本に命からがら逃げてこようと思っても、いや今短期ビザ出してませんから来れませんっていうことで、もう道も産地も行かずに、逃げ回っているという、そういう状況があるんですね。だからそういうことを、そういうアフガニスタンの例なんかと比較すると、本当にウクライナの難民の扱いっていうのはもう破格です。これがなぜそう違うのか、合理的な説明ができないです。同じ人間だと。で、もっとはっきりとですね、ヨーロッパなんかではやっぱりそういう、ウクライナ人はヨーロッパ人だから受け入れるんだっていう人種差別的な発言が相次いでいます。シリア難民やアフガニスタン難民やイラク難民たちに対してはもう拷問の手で追い返すというような姿勢をとっている国々でも、ウクライナに対してははっきりとこれ首相レベルでもうどこの馬の骨とも分かんないような中東から来る難民じゃなくてウクライナ人が額もあるしみたいなことを言ってるっていう、そういう世界ですね。ですので、特に中東や途上国からすると、ウクライナに対するヨーロッパのあまりにも優越的な対応っていうのはおかしい、二重基準であるという、そういう、見方がされています。でこういうですね、二重基準という問題、これがこのウクライナに対するそのロシアの侵攻に対して、国際的に、国際社会の中で渦巻いている疑問の一番の、焦点だと思います。その、二重基準のですね、最たるものが、先ほどもちょっと言いましたけれども、きれいごと、ロシアもアメリカもあるいは EU もNATO もきれいごと言ってこのウクライナ紛争を扱っているわけだけれども、全部きれいごとじゃないか、自分たちの、いいように使っているだけじゃないかっていう、そういう批判があります。この下の方から言いますけれども、例えばロシアの方は、ナチウクライナからナチをナチ化を脱ナチ化をするんだというようなことを言う、要するに反ナチスっていうことを言えば世界中が支援してくれるっていうような、そういうレトリックを使っている。一方で、そういった言い方はですね、アメリカがイラク戦争やアフガニスタン戦争で言ってきたような、特にテロリストをやっつけるためなんだから、みんな協力しないとダメなんだ、これはブッシュが言いましたけれども、テロリストの側につくのか、自由つまりアメリカの側につくのかっていう、そういう絶対悪に対して戦っているんだから自分たちの方が正しいんだというような論理を、これはロシア側も展開しているし、アメリカ側も展開している。そのように
あの私がこのウクライナ紛争で見てて一番情けないなと思うのは、まあ、それまでも、国際規範ってあるの、国際的にこう認められた、共通の普遍的な価値ってあるのっていうのは疑問視されてきたけれども、ここまでそれがどうでもいいただの戦争の口実なんだということが露呈した事件はなかったなというのが、あの見てて一番悲しいなと思うことです。でその出発点は何だったかって見ると、やっぱりこれはあの 9.11 なのかな、あるいはその、まあ、その前後のアメリカ の, あの政策だったのかなと思います。今言いましたように、まあ、これ国際政治の基本の話になりますけれども、国際政治の見方、国際社会ってどういうふうにできてるのっていうことをあの考えたときに、2つの主流の見方があります。これも今更あの向井先生の前に言うことではないんですけれども、一つの見方は力を持ってるやつがあの強いんだという議論です。まあ、これはあのリアリズムと呼ばれますけれども、次にあの国と国との関係っていうのはどの道折り合いがつかない、結局は力関係なんだ、軍事力や経済力やさまざまな力、まあ、ソフトパワーも含めですけども、いろんな力を持っていて相手に何も言わせない、従わせるという力を持っているところに従っていくということで国際社会は成り立っているんだよねっていう、そういう考え方です。で一方でもう一方の考え方は、いやいやそうは言ってもやっぱりこう世界共通のこう普遍的な価値っていうのがあるに違いない、みんなやっぱりそんなにあの目くじら立てて戦い合うような人たちではなくて、お互いに信じるいい価値というものがあるに違いないっていうのが、これがリベラリズムという考え方です。でこのリベラリズムが言うところの普遍的な価値っていうのが何なのかっていうところはいろいろ議論があります。でも最低限でも例えば人権 の, あの用語であるとか、そういったところは、まあ、誰しもが認めるよねっていうふうには言われているわけですが、まあ、あの問題はですね、そこ の, リベあの価値観のところで何が普遍的なものかというところで、欧米の考えるあの普遍的な価値観というのは、これが民主主義であり、まあ、若干のいわゆる自由主義であり、自由主義というのはこれはあの、いわゆる、市場主義にもつながりますけれども、そういうその、なんて言うんでしょう、その欧米先進国が担ってきたような価値観、これが普遍的なものであるという、そういう考え方に今なってるわけですね。でこれはあの効果不効果、冷戦で実践されたかのように見えるわけなんです。でこの、自由主義と民主主義が普遍的 な, 価 値, な価値観なんだっていうようなあの議論はですね、これは社会主義があの生きていた冷戦期にはですね、いやいや対抗概念として社会主義ってあるよ、なので社会主義というそのこれもまた普遍的な価値観になりうるよねっていう、そういう議論があったので、必ずしも自由主義とか民主主義っていうのは世界共通 の, あの普遍的な価値観でありますというふうには言えなかったわけなんですが、効果不効果冷戦で社会主義型側が、まあ、あの自戒する形になったわけです。これ自戒した、それも自戒した、あの自分たちで崩れた、あの新たにロシアという国に変わったわけなんですけど、これあの欧米側からすると勝ったって話になるわけですね。これあのフランシス・フクヤマのようにですね、あのソ連負けた、社会主義負けた、だからここで歴史は終わり、つまり自由主義民主主義が勝ったっていうことで、これでもう結論ですっていう話に欧米側は捉えるわけです。でそれはもう自明のことなんだから、これからは社会あの自由主義と民主主義を広めていきましょうっていうムードに冷戦後なっていってしまったわけです。で、さらに推し進めるとですね、アメリカの中にそういうその自由主義民主主義という、まあ、あの欧米側が考える普遍的な価値観をより一層推し進めなきゃいけない、そのためには軍事力も必要なんだという考え方、これがいわゆるリベラルホープと言われるような人たちだったり、あるいはあのブッシュ政権を進めたネオコンにつながるものになるんです。あの、うかいさん、すいません、ここら辺多
分もう本当にプロフェッショナルの前でビクビクしながら喋ってるんですけど、後で補足していただければと思うんですけども、まあ、要するにアメリカとしてはですね、自由と民主主義を進めるためにその武力を使ってもいいんだという話になります。でちょうどいい具合にそれをこうその実現させてくれたのが 9.11 なんですね。先ほども言いましたように 9.11 でアメリカが攻撃を受ける、でその実行犯がサウジアラビア出身の人が多かった。で、そのサウジアラビアというのは非民主的な国であり、封建的な王政を敷いている議会も憲法も何もない国である。そこでもうこのネオコンの人たちにしてみればですね、これはやっぱりサウジなどというような非民主的な国を残しておいたから、あるいはアフガニスタンでもそうですけども、その民主主義が定着していないような国からテロリストが出てくるんだ。なのでそのテロリストがその非民主的な国々の中で生きている分には問題なかったけれども、これは 9.11 のように飛び越えてアメリカを攻撃してくる可能性があるんだ。これはチャンスだという話でですね、ネオコンにしてみれば、だからアメリカはその報復というような形で軍事力を持って非民主的な国々を一個一個潰していかなきゃいけないんだっていう、そういうネオコンの思想になっていくわけです。それが対テロ戦争の正当化なんですね。で、厄介なことは、これを本当に信じている人たちがたくさんいるわけなんです。で、これが本当に、例えば口実なんだ、そんなものは口実に過ぎないっていうふうになればですね、まあ、そんなものは口実でしょっていうふうにこう、なんとか論破する道もあるような気がするんですけども、本当に信じられてしまうとですね、論破もできない。本当に我こそは世界の救世主であるというようなばかりでですね、軍事力を持って、中東の非民主的な国々を民主化していくことが、まあ、ミッションなんだというような考え方を持って、そのアメリカが動いていくと。で、そのあたりからですね、おそらくこのような普遍的な価値をその旗頭にした、欧米が掲げる普遍的な価値を旗頭にした軍事侵略というものが、次々に起こっていくようになったというふうに、まあ、言えると思います。それが本当に、ダメにしたのは、それをちゃんと、なんて言うんでしょう、国際規範をちゃんと確立しようとしている、例えばその、私の友人の国連職員なんかが言ってますけど、本当にアフガニスタンで何でも駐在し、ソマリアに駐在し、イエメンの内戦でいろいろ働いているような人たちがですね、ここまで国際的な協力関係とか支援関係とか、連帯とかそういったものがここまでバカにされた政治っていうのはなかったって言って、もう今本当に嘆いていますけれども、まあ、それを国際規範の形骸化と呼んでいますけれども、それがもう連綿と、まあ、21世紀になって続く問題なんではないかなというふうに思います。で、これは今申し上げたようなことはですね、実はお配りしているものがそうなんですけれども、最近ごく本当に数日前にですね、現代思想の総特集という本が出ました。で、今そこに、すごい分厚いし、ものすごい小さな字で書いてあって、ものすごいたくさん の筆者が書いている本なので、なかなか、手に取るにも重い本なんですけども、一つ一つの文章はすごく短いものが多いので読みやすいんですけども、やっぱり皆さんそこに書かれている方々もですね、そのような同じような思いを持っていただいているのかなという感じがして、ちょっとピックアップをしました。まあ、大竹浩二先生っていう国際政治の先生なんかもですね、本当に国際社会が長い地道な努力を積み重ねながら形作っていた客観的な国際法規範というのがあったわけだけある、あるというふうに思えるわけなんだけども、でもそれを十分に内面化させされているわけではない。で、まさに今のウクライナ侵攻では
ロシアに対抗するヨーロッパの連帯だけが重視されているかのような場面も見られて、結局、まあ、アイデンティティ政治に基づく地政学的対立の論理が起こしているんじゃないかという、まさに国際的な普遍的な価値っていうものをこうやってきた先生方にしてもですね、もうなんかがっかりするような事態っていうふうな印象を受けます。で、まあ、そうですね、まあ、これは後から見ていただければと思います。で、まあ、このように国際規範、国際規範、あるいは、まあ、普遍的な価値というふうに言いながら、結局はロシアヨーロッパのものだよねっていう話、ここが実はここから先が今日の私の、まあ、メインの話になるわけなんですけれども、じゃあ、普遍的な価値。というふうにこの西側諸国が考えるものがどこまで普遍的じゃないのかっていうことをちょっと振り返ってみたいと思います。先ほどのように何か質問とかあったら自由にどんどん手を挙げていただければと思います。まあ、先ほど冷戦後に社会主義が終わっちゃったかのように形態を担ってしまったことで、まあ、欧米型の自由主義、民主主義があたかも普遍的な、まあ、理念のように見えるようになったというふうに言いましたけれども、そもそもが、国際秩序というか、今ある国際政治の枠組みというものができた雛形というのはどこになったかというと、これがやっぱりヨーロッパの国家間関係ということになるわけなんですね。で、結局まあ、そもそもがですね、この下の方の地図に挙げてありますけれども、これまあ、ヨーロッパの国際政治の出発点って何だったかというと、やっぱりヨーロッパで戦争が中世において、相次いだことから発生しているわけですね。まあ、我々国際政治をやっている人間が、まあ、常に言うのはですね、まあ、今の国際政治の枠組みの基本というのは1648年に、まあ、引かれたウェストファリア条約というものが雛形であるというふうに言います。このウェストファリア条約というのはどういうものか、あるいはその条約に基づいて求められたものっていうのは何かっていうと、要するにヨーロッパで30年間にわたる長い、まあ、軍事保守列の戦争がありました。これも本当にウクリさんの前で言うことではないんですけど、そういうのがありました。で、まあ、その戦争が終わった後の、まあ、戦後秩序を、まあ、定めるにあたって、まあ、結ばれたのがウェストファリア条約なんですけども、そこで確立された、まあ、原則っていうのが、まあ、国家というものがとにかく一番大きな権力を持つんだよって話です。で、これは、ね、今から考えるとですね、なんか国家以外に権力を持ってるわけっていうふうに思いになるかもしれませんけれども、それこそ中世以前のヨーロッパ、あるいはそれ以外の国なんかでそうだと思うんですけども、例えばヨーロッパで言うと教会ですよね。国の王様とか国なんていう国よりもキリスト教会のネットワークの方が圧倒的にトランスナショナルにこう力を持っていたわけです。それこそ神聖ローマ帝国なんていうのはあれですよね、その、まあ、教会の力をバックにあったわけですから。で、ヨーロッパ以外の地域だと本当に王朝とかですね、そういうのは国家というよりはその、まあ、イスラム世界なんかもそうですけども、国家というよりはそのイスラムネットワークの方が圧倒的にリアリティを持って人々の生活を利していたというのがあります。で、そこにいや教会とか何とかっていろんなものがあるけれども、そうじゃなくてやっぱりそのある領域があって、国家領域があって、その国家領域にする人々を国家というものがコントロールする。で、その国家がその主権を持ってお隣の国家と交渉する、外交する、戦争するっていう、そういう権限を全て国家が持つんですよっていうふうにしたのがウェストファリア体制ということになります。本当に向井先生、後でもしあれでしたら付け
考えていただきたいんですけども、でそのようにしてヨーロッパでまずその国家が一番一番硬い殻だよね。この殻の中に人と国民と領土が入ってますよっていう、そういうユニットができたのがウェストファリア体制なわけです。でそれをもとに国家と国家の間で関係が結ばれて今のような国際政治の枠組みになったわけです。でそれにプラスして、これは20世紀に入ってですけれども、アメリカの大統領のウィルソン大統領が言ったその時の国家の中にいる人、人民、住民というのはどうあるべきかというと、それは民族だよねっていうことを言ったのがウィルソンの民族自決の、14カ条ってやつです。これそれがですね、民族は自決してもいいんだっていうことでいろんなところでこう引用されていくわけですけれども、でもこのウィルソン、アメリカが言ったウィルソンの14カ条ですね、これは基本的には何が目的だったかというと、イギリスやフランスがいろんなところに植民地を持ってたので、でいろんな違う民族 の, 土地をイギリス、フランスが、占領してたわけですので、アメリカ、要するにイギリス、フランスがその当時先進国で後進国だったアメリカにしてみればですね、イギリス、フランス、あちこちに土地を画面にいて植民地持っててけしからんみたいなところにチャレンジするようなその感じで、イギリス、フランスが持ってる植民地から人々は独立できるんだよみたいな、そのちょっとこうそういう政治的な意図が背景にはあったわけなんですけれども、でもこの民族自決、その民族は国を持てるっていうそういう発想は結局ヨーロッパ領土にしか適用されなかった、イギリス、フランスの持ってる植民地には適用されなかったっていうことがあって、いずれにしてもここでですね、国というのは主権を持つ最大の保険母体なんですよ。でその国っていうのは民族によって成り立っているんですっていう、そういうフィクションです。これはヨーロッパで作り上げられたフィクションなわけですね。でそれがどうなっていったかっていうと、結局その、ヨーロッパで作り上げられたフィクションが、なんといっても植民地支配、ヨーロッパによるアジア植民地支配を通じて非ヨーロッパ世界にも広がっていきます。それまで全然そんな国家が主権を一番大きな権力を持つとかそんなことは関係なしに、国というかその統治システムを作ってきたような、東アジアや南アジアやアフリカや中東といった地域に対してヨーロッパが植民地進出していくことによってヨーロッパ型の、国家システムというものを無理やり移植していく形になるんですね。で結局それはある意味でその植民地支配できる力を持った、8組 の, やってきたシステムに、その植民地支配されてしまった負け組が応じざるを得ないという、そういう結局は力関係で負けた側が押し付けられたものということです。でしかもヨーロッパによるアジアアフリカ支配ということでいうと結局は白人 の, 論理であるということなんですね。で、そういう、ちょっとこれは上の方に書いてあるのはこの私が、現代思想の中で書いたことをピックアップしたわけなんですけれども、このようにヨーロッパ起源の、国家間システムというものが世界に広がっていった背景っていうのは決して自然にそれがいいものだから広がっていったわけではなくて、結局のところ植民地支配とか戦争で勝ったとかそういうようなことの結果として生まれてきたものに過ぎないんだということなんです。で中東に翻って考えますと、中東はまさにその通りで、一番最初にオスマン帝国の地図をお見せしましたけれども、そのオスマン帝国として広大にあったエリアをですね、第一次世界大戦後、イギリスとフランスが中心になってここを山分けにします。
で、まあここで書いてあるのはピンクの部分は一応独立国ということなんですけれども、それ以外の黄色い部分はイギリスが植民地化する、まあ、いわゆる委任統治という形で、植民地化した国もあるし、UAE、先ほど言ったように UAE とか湾岸クエートなどのように保護国という形でイギリスが直接保護するという形で劣った国もあります。例外的にリビアだけはイタリアの植民地になって、いたわけなんですけれども、それ以外は、まあ、北アフリカの多くがフランスの植民地に入り、まあ、東アラブと呼ばれる地域はイギリスの支配下に入ったということになります。でこのようにオスマン帝国、まあ、ちょっと元に戻りませんけれども、最初の地図を見ていただければ分かるように、アラブ民族もいれば、トルコ民族もいれば、まあ、未だ独立できていませんけれども、少数民族としてクルド民族という民族もいました。つまり、オスマン帝国というのはこれはイスラム帝国、イスラムが、まあ、基軸の国ですので、まあ、イスラム教徒の国という、まあ、イスラム教徒の国といっても、その中にユダヤ教のコミュニティとか、キリスト教のコミュニティというのは共存してた。わけなんですけれども、まあ、要するにイスラム教徒であるかどうかっていうことは問われても、どこ民族出身というのは全然関係ないのが、そのイスラム国家の成り立ちなんですね。ここがヨーロッパの、要するに民族が国を持つんだよねっていう、そういう発想とは全く異なるパターンなんですね。なのでなので、これ大変面白いんですけども、例えばエジプトで近世に支配していた人は、実はアルバニア出身、アルバニア人、民族的にはですね、アルバニア人だったっていうのもありますし、例えばまあ、イラクが建築された時のイラクの政治家の多くは、民族的にはというか、出身はトルコだったとか。まあ、いっぱいそんな、要するに民族関係なしにみんなオスマン帝国の中をうろ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 動いてましたので、民族で分けるとかそういうことは全然考えてなかったわけです。まあ、もちろんその中には、まあ、トルコ人が昇進しやすいよねとかそういう差別はありましたけれども、だからここはその国としてこの民族はここで国を持たなきゃいけないみたいな感じにはなってなかったわけなんですね。でましてやですね、同じ民族の中でもまあ、オスマン帝国もいろいろ州が分かれていたわけなんですけども、その州ごとにこうなんかまとまってたってわけでは決してないわけなんです。それがイギリスやフランスが植民地統治する際に、これはもうはっきり山分けなんですね。もうどこからどこまでをイギリスが取るか、フランスが取るかっていう、本当にもう山分け発想で、ここからここまでうちが取るよねみたいな、山分けするためにとりあえず小分けにしましょうっていうことで、こんな風にイラクとかシリアとかヨルダンとか、エジプトとか、まあ、UAE とかですね、そういう風にできたわけな、分けられちゃったわけです。まあ、エジプトは、まあ、かなり実態がある、昔からそのエジプトを中心とした政治的な実態があるわけなんですけれども、例えばイラクとシリアなんていうのはですね、ほとんど、まあ、もうボーダーなく同じ、まあ、メソポタミア地域というか地域で、まあ、一体性を持ってましたし、特にヨルダンなんていう国はですね、本当にもうシリア州っていうオスマン帝国の中ではシリア州、シリアの一部の州でしかなかったみたいな、そんなものが、まあ、本当にイギリスがここシリア、フランスに持ってかれちゃったので、ヨルダンを自分が取るよねみたいな、そんな風にして国づくりがなされてしまったわけなんですね。ですので、ヨーロッパ型の国民国家、民族国家、主権国家という枠組みが移植された、さっき言いましたように、いいものだからこうみんなが取り入れたっていうものではなくて、それをこ うまく植民地支配の中に利用して、使っていったっていう経緯があります。
当然そこにはものすごい無理がありますので、当然いやこんな風に分けられちゃったけど、でもやっぱりイラクとシリアって昔、一緒だったよねとか、あるいはヨルダンなんてシリアの一部だよねとか、あのそんな風にあの言いては、まあ、みんなあのイラクから、シリア、あるいはアルジェリア、モロッコまで全域がですね、この中ではイランとトルコだけが違いますけれども、全域が、まあ、アラビア語を話す人々が主たるアラブ民族が住んでいる国々なので、本来アラブ人としてまとまって国があるべきなんだという、いわゆるパンアラビズムというかアラブナショナリズムというものが60年代には非常に盛んになる、こんな風に小分けにされていていいはずがないという、そういう考えが当然生まれてきます。で、それと同時に元はオスマン帝国だったわけですから、いやいやアラブでまとまるとかそういう話以前にやっぱりイスラムを基軸にして国を運営してきたその第一次世界大戦以前のシステム、これは別にこれもまたあれなんですね、さっきの冷戦の話と同じで、たまたま戦争で負けたけれども別にそれはそのイスラムを基軸にして国づくりをしてきたことそのものがおかしかったとかそのものが 100% 間違ってたっていうわけでオスマン帝国は潰れるわけではないよねと、たまたま戦争で負けたからそういうことになったんだよねっていうような思いってやっぱり非常に強くあるわけですね。だからやっぱりイスラムを見直してイスラムのもとに国づくりをしていくっていう考え方はそれはそれでありなんじゃないのっていうのはもう頻繁に底流にあるわけです。で、それが非常にこう極端な形で出てきたのが、まあ、近年のいわゆる2015年14年からシリアやイラクで勢力を誇ったイスラム国という、グループです。このイスラム国についてもまた話し出すと1時間以上かかっちゃうのでもうスキップしちゃいますけれども、イスラム国っていうのはやっぱりなんだかんだ言ってこんな風な組み分けをしていること自体がおかしい。でオスマン帝国そのものもやっぱりちょっとなんかもうだいぶいびつになっちゃってるので、やっぱりイスラムの初期の頃のイスラムの持っていたイスラムの共同体の理念に戻ってカリフ制を再構築してこの辺り全部再編しなきゃいけないんじゃないのっていう、そういう考え方を打ち出す。これはあまりにも暴力的だったり極端だったりいろいろしたので潰されましたけども、このカリフ制間違ってなかったんじゃないの、負けただけだよね、戦争で負けただけじゃんっていう、そういう発想というのは 今でも非常に強く残っているわけです。ということで結局こういうことを考えるとですね、これ今アラブの話をアラブ中東の話をしましたけども、おそらく本当ロシアウクライナとか専門ではないとはいえですね、おそらくロシアにも同じような発想はあると思います。つまり冷戦で確かにソ連は崩壊しました。でもそれはロシアを中心としたあのエリアをこう取りまとめてきた、連帯意識というか共同体意識っていうもの自体がもうなくなっちゃったってわけじゃないですよねっていう意識がロシア側には基本的にはあるというふうに、ロシア研究者の人たちはやっぱりおっしゃってるわけですね。でそこに、いきなり、独立したはいいけれども、それがヨーロッパの側に行っちゃうので、NATO になんか NATO に入る、EU に入る、うんぬんという形でこう離れていくことに対して、それはその、なんていうのかな、伝統的なそのロシアを中心としたあのエリアのこう共同体意識とはずれちゃうんじゃないのっていう、そこら辺の齟齬っていうのが、やっぱりウクライナ対ロシアの関係にも非常に反映されているのかなというふうに思います。どんどん話が、時間が逆になくなってきてしまっているんですけれども、でそういうことを考えてですね、これ一番最初に申し上げた点に関連するんですけれども、結局今ロシアも中東もヨーロッパ型の国民国家が徐々に入ってきて、しかもそれが勝ち組の思想として入ってきたことに、それをこうすんなり受け入れるのってどうよっていう非常に反発を
持っているっていうふうに申し上げましたけれども、そうなるとやっぱりヨーロッパ、まあ、核たる、まあ、ヨーロッパの核って何だろうっていう、どこからどこまでヨーロッパかって話になりましたけど、ヨーロッパの核から離れた部分っていうのが持つジレンマっていうのが結局今の、まあ、衝突対立にの根源にあるんじゃないかなっていうのをやっぱりどうしても考えちゃうんですね。これはそれこそ1990年にですね、これジョン・ブルとその友達っていうなんか面白い地図なんですけど、ジョン・ブルってのはイギリスですよね、大英帝国なんですけど、まあ、大英帝国が世界支配をする過程で、どこが友好国でどこが友好国じゃないかみたいな、そういう地図なんですけども、これすごく分かりやすいのはこれロシアですよね。でここからも分かるようにロシアがあっちこっち手を伸ばして周辺国ヨーロッパ、まあだからジョン・ブルからすると中心ってここら辺なんですよ、まあ、せいぜい多分ドイツぐらいだと思うんですけども、それ以外のその東の方、ヨーロッパの東にどん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 手を伸ばして、まあ要するにロシアが脅威だっていう、そういう認識、これは20世紀の初頭 の、 世界認識地図なわけですね。でそしてここにすごい見にくいんですけども、だまし絵みたいになってますけど、ここに赤いのがありますけど、これは人の足です。でここに寝っ転がってる人がいるんですね。で寝っ転がってるっていうか踏みつけられてるっていうかあれなんですけど、これはトルコなんですね。で ここに帽子があってトルコ帽をかぶったおっさんが見えるんですけど、別に寝そべったオスマン人というオスマン帝国がここに書いてあるんです。これは微妙なところでヨーロッパに踏みつけにされているという図なのか、ちょうどロシアがですね、繰り返しその後を出してきますけども、ロト戦争というのをですね、まあ、ロシアと、トルコの間で、繰り返していました。なのでちょうどこのロシアの手が南に下ってオスマン帝国を脅かしているという、そういう地図だと思います。これはもうちょっと面白いので持ってきたんですけど、でもこれを見ても分かるようにやっぱりヨーロッパ、当時のヨーロッパ の、 世界認識っていうのはヨーロッパ各にいろいろぐちゃぐちゃってフランスとかイギリスとかあると。でそこに、北東にはロシアが脅威として存在し、そして、脅威あるいは利用する対象としてのオスマン帝国が控えているっていう、そういうヨーロッパなのかヨーロッパじゃないのかよくわからないようなものが、東に北と南にこう構えているっていうのが歴史的なヨーロッパの認識なのかなと思うんですね。で、まあ、今トルコとロシアのですね、オスマン帝国とロシア帝国って言いましたけども、今言いましたようにロシアとトルコの間では、まあ、長年ずっとロト戦争っていうのが起こってきて、まさにこれが今のウクライナを挟んで、ロシアとトルコがずっと攻防してきたっていう歴史があります。でここは なんでこ の、 スライドを入れたかっていうと、トルコがですね、今ちょっと一つのキーな役割を果たしています。というのはトルコは、NATO の一員であります。EU ではないんですけど NATO の一員なんですね。で、ちょっと後でもうちょっと後に出すんですけれども、トルコは冷戦期にはやっぱりソ連の南下防止のために重要な NATO の一員として、まあ重用されてきたわけなんですけれども、しかしトルコもトルコでやっぱり先ほど冒頭に申し上げたようにそのアメリカに対する不信感というのがあります。そして、地理的、地政学的に言うとですね、やっぱりロシアとの接触が非常に大きいので、最近の例で言うとシリア内戦、でですね、シリア内戦において、トルコはシリアの反体制派を応援する。一方でロシアはシリアの政権を応援するというような形で、まあ、衝突をしてきます。
でも実際にトルコ軍がですね、その上空を飛んでたロシア空軍機を落っことしちゃうとか撃墜しちゃうなんていう一触即発な事件を何回も繰り返しています。で実際にシリア国土内でですね、ロシアがバックアップする勢力とトルコがバックアップする勢力が実際に戦い合うというような代理戦争的なこともやってきました。ようやく2020年、その前も2018年にも和解をしているんですけれども、2020年2年前にようやく和解をしたというぐらいに緊張感漂う二国です。で、そんなトルコですので、ロシアとはですね非常に微妙な関係にあって、逆に言うとウクライナを全面的にバックアップするなんて話になるとシリア方面でまたロシアとの対立が、再燃する可能性もある。そんな困難にですね、トルコはなので今仲介役を果たすというような形で、なんとかどちらにもつかない格好でやっているっていうのがあります。そんな現状をちょっと説明しようと思って、このスライドを入れました。で最後、あと最後の方に行くんですけれども、今言ったそのヨーロッパ周辺にいるごとのジレンマっていうのはですね、これも本当にもう社会説法でもういろんな人が詳しいと思うんですけれども、ヨーロッパ周辺のジレンマとして、特に中東の場合はですね、これは他の、例えば日本と東アジアの関係にも言えるんですけれども、自分たちは先進国だ。自分たちは先進国だというふうに考える地域がですね、その周辺国の同等のあるいはより一層優れた文明、優れた文化というものを持つ国に対して、特に蔑視するというか、貶めるというか、そういうその心理的なものというのは皆さんもなんとなくこうイメージがつかめると思うんです。でヨーロッパとですね、中東のイスラム社会というのはまさにそういう関係をずっと繰り返してきたものです。で今でこそ中東っていうとなんかヨーロッパの南でなんか民主化もできない紛争の多いなんかよくわからない国みたいなイメージを皆さんお持ちになると思うんですけれども、歴史を振り返って考えるとヨーロッパが中世でそれこそさっきの30年戦争でどんちゃらやってた戦争ばかりやっていた時に、中東のイスラム世界というのは、大帝国を築いてオスマン帝国を築いて、文化的にも文明的にも繁栄していた時期だったりするわけですね。これはおそらく中国なんかにも中国の新小王朝にも言えることなんですけれども、そういうふうに考えるとヨーロッパっていうのは別に最初からずっと中東イスラム世界に対して先進状態だったわけじゃなくて、むしろ後進国だったわけなんですね。で、その話も多分やってるとずっと長い話になると思うんですけども、そういうその関係からですね、ヨーロッパの中にはこう根強い中東イスラム世界、あるいは、地中海の東、あるいはまさにオリエントですよね、地中海からの東、あるいはその南、アフリカの方に対して、自分たちとはちょっと違うで愛憎を販売するみたいな、憧れの文明を持つオスマン帝国時代ですね、憧れの文明を持つ国地域であったと同時に、なんか自分たちは違う宗教をその報じている野蛮な連中というような相手がかばするような意識を持ち続けてきた。それをそういうその偏見、イスラムに対する偏見が根強くヨーロッパ文明の中にあるんだよということをこう解明した本が、エドワード・サイドという人のオリエンタリズムという本で、それこそ私は学生時代にですね、板垣雄三先生のゼミで合宿をしながら、そのエドワード・サイドの英語の本をですね、一章一章読んで、課題として読まされて、
わけのわかんない文章だなと思いながら一生懸命翻訳したものが今 の, あの翻訳 の, なんかあの 下, 地下地になっているみたいで、私の名前が 役者の一人として書いてあるんですけど、学生の頃ですので何にもよくわかんないであの訳しているっていうのが事実でございます。であの日本語になってもよくわかんないちょっと難しい本なんですけども、まあ、そういうことを言った。つまりヨーロッパ、あるいはそのヨーロッパを引き継いだアメリカにはそういうあの抜きがたい、イスラム蔑視というものがあるということを明らかにしています。で、これはあのイスラムだけではなくてですね、あの ここはあのアフリカの人類学者なんかがよくあの挙げるやつなんですけども、あのギリシャのですね、哲学者で、あの歴史家であるヘロドトスが書いた歴史っていう本なんかには、アフリカにはこんな風に頭のないあの人間が住んでるんだよみたいな、そういうのがヨーロッパ の, あのアフリカ史、あるいはあの地中海から外 の, あの人たちを見るその視点としてずっと長らく維持されてきたのがあります。でその状況はアメリカにも引き継がれていて、今でも続いていて、これはあのハリウッドの「ハリウッド100年のアラブ」っていう本で、ちょっと古い本なんですけども、村上由美子さんという方が書いた本で、大変面白いんですけども、要するにハリウッドの映画でですね、いかにアラブ人がもう悪者としてしか書かれていないのかっていうことをあの、まあ、論じたあの本です。とても読みやすいのでご覧いただければと思いますけども、テロリストとして悪者として書かれているだけではなくて、面白いのは西洋女性をたぶらかす砂漠のなんかこうあのちょい悪親父じゃないんですけれども、なんかこう野蛮なんだけども惹かれちゃうんだよねみたいな、なんかそういう、なんて言うんでしょうかね、だからそこら辺が本当にもうオリエンタリズム満載っていうか、単にあいつら野蛮で自主関係みたいな感じの野蛮あれあの蔑視ではなくて、なんかどこか惹かれる、でもこのどこか惹かれる気持ちを否定したいから、やっぱりあいつら野蛮なんだよねっていうところも貶めたみたいな感じの複雑な、あのしあのヨーロッパの持つあのヨーロッパアメリカの持つハイスラム感というのが、まあ、映画にもよく出てるよねっていうそういうお話です。あのでこうしたそのヨーロッパがもあの、まあ、もともと持つそのイスラムに対する、あるいは中東に対するそのオリエンタリズム的蔑視感情に、さらに厄介なことにはあの冷戦期 の, あの冷戦期の対立構造がかぶさっていく。でこれはの冷戦期のですね、1959年の時の、まあ、その本当古い方はあの、まあ、見なくても分かるみたいな感じだと思いますけど、まあ、あの学生なんかに寄せると冷戦って何ですかみたいな世代なので、あの一応申し上げておきますと、赤の部分がいわゆる東側、共産主義、社会主義を取っていたあの国々です。でここまで赤くなっているのは、これもですね、あの今なかなか伝わらないんですけども、っていうかその地図自体はないんですけども、ソ連ってここまでソ連だったんですね。っていうのを皆さんこう考えるとリアルだと思います。今ロシアって本当ここら辺ぐらいっていう印象だと、この辺りだけって感じなんですけども、実はソ連時代っていうのはここまで来てたので、ここイランです。これがイランです。で、ここトルコなんです。でウクライナは当然どっぷりソ連邦の中に入っています。なのでそうやって見るとですね、本当にあのもうリアルにトルコとイランと、ここ白くなってますけど、ここはアフガニスタンなんです。でここパキスタンなんです。でそうなるとこの辺りっていうのはもうもろにソ連にあの国境を接していたエリアなんですね。でソ連というのは当然その周辺国をどん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 、まあ、あの共産化するんではないかっていう危惧を持たれていましたから、当然ここちょうど東ベルリンあのと西ベルリンの間にもベルリンの壁があって、そこのここから西に来ないようにってこう遮ってたわけですよね。でも NATO はそのために作られていたわけですよね。でこう南は南であのトルコとイランと、まあ、パキスタンっていうのはここに書いてありますけれども、あのあ中央条約機構っていうのを結んでですね、イラン革命になるまでっていうのはとにかくここは、
銭湯中央条約機構を使って NATO 版ですよね、 NATO の、中東版を作って、それも南に攻め込まないようにしようっていうふうにもうやってた、そういうところなんです。なので、植民地自体は中東は、イギリス、フランスの植民地として取り込まれるようにこう、まあ、されている。そして冷戦時代っていうのは今度はソ連が入ってこないように西側の利益の防波堤として中東に、まあ、西側諸国というか、まあ、欧米諸国の全面的な規模というか支えが入ってくるわけです。そういうような環境がですね、まあ、先ほど言いましたように冷戦も終わりました。でそういう、まあ、正直ですね、植民地支配期には植民地だから大事だった。そして、まあ、ちょっと飛ばしましたけど石油が出てからは石油が大事になっている。そして冷戦期には特にソ連が入ってこないように大事だっていう、中東西側諸国にとって大事っていうふうにしてきた時代なので介入して当然っていう、そういうエリアだったんですね。で介入されることを利用して生き延びてきた、さっき言ったような、まあ、左翼みたいなのがある。でところがそれが今どうなってるかというと、これを見てもお分かり、これで見ると結構多そうに見えますけども、今じゃあアメリカとその角を突き合わせてる中東の国ってどこがあるかというと、まあ、イランと、まあ、リビア、スーダンってちょっとこれ、まあ、もうスーダン違います。スーダンは全然変わっちゃったので違いますし、リビアとかイエメンを内戦してますけども、まあ、この辺り全面がですね、まあ、アメリカの、まあ、介入を当たり前っていうか、アメリカの支援によって支えられちゃってるような国になってるわけです。でそれが冒頭に言ったようにもう冷戦のこういう期間もないし、植民地的な支配も期間もないし、いろんな意味で、まあ、アメリカとしてはもういいやめたって話になってるっていうようなところで、そのアメリカにもう依存しているような国は今後どうするのみたいなところで、こう困っているっていうような状況です。ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしてもう時間がなくなってきたので最後のところにしますけども、まあ、こんな風に要するにですね、まあ、最後まとめのところなんですけれども、結局のところその今の冷戦の地図で言うとですね、この辺り中東の辺り、そしてその今はもうロシアからソ連から独立したっていうか離れた、東欧諸国やウクライナやこの辺り、ヨーロッパに近い辺りっていうのは、冷戦期の時にはこういうふうにきっぱり分かれていたけれども、結局それが終わってからは、ただある意味ではヨーロッパに近い国、ヨーロッパに近くてヨーロッパからの、影響あるいは介入、そういったものを常に受け続けてきた。で、そこには、ヨーロッパに冷戦期なんかは特にそうですけども、冷戦期の東欧、それなんかはそうですけども、ヨーロッパに対抗するような形の意識を持ちつつ、やっぱりヨーロッパ のさっき言った国民国家構造とは違う形で国家形成がされてきた国ですので、自分たちは違う理念、違う国家構造を持っているはずなんだよねというふうに思う、そういう対抗意識を持ちつつも、でも冷戦が終わって、まあ、国際社会の協調ということが言われて、まあ、結局ヨーロッパに、入れる身分になったよねっていうのがある。もう当然ヨーロッパと同じ同等であるっていうような意識があるにもかかわらず、ヨーロッパからは同等と認められてもらえないという、そういう意識がある。で先ほど の現代思想の中で土佐広之さんが書いておられて非常に面白かったんですけれども、冷戦の後ですね、まあ、結局世界はどこもネオリベラリズムがもう席巻しちゃってるわけですね。で、まあ、ある意味ではロシアとか、まあ、あるいは中東の、まあ、イラクとかもそうなんですけども、ネオリベラリズム的経済がもう本当にもう主流になっていて、でロシアなんかは本当にそういうその典型なわけなんですね。でそういうことから考えると、ネオリベっていうことで考えるとロシアも全然欧米並みじゃんっていうふうになるわけです。
なんですけれども、でもあんたはヨーロッパじゃないからっていうことで、排除される。その、まあ排除され感という、そういった疎外感というものがですね、この、まあ、ロシアや、まあ、中東のとヨーロッパをめぐる、まあ、非常にこう持ち出た関係っていうものの根底にあるんじゃないかと、そこが、まあ、今回のウクライナ侵攻にも関わっているんじゃないかっていう気がします。で、これは実は、さっきオリエンタリズムの話をしましたけれども、どこだっけな、フロント大学かな、やっている、日々のオリエンタリズム、エブリデイオリエンタリズムっていうサイトがありまして、まあ、文学の系統の人たちがやっているサイトなんですけども、やっぱり現代のオリエンタリズムをいろいろ見ていこうっていうやつで、これは面白いんですね。ヨーロッパにはシビライゼーション、文明って書いてあって、ここは東欧地域は、東欧あるかな、北欧地域は先進的発展しているとか、なんかいろいろ書いてあってですね、ここ中東トルコですけど、これデンジャーって書いて、危険って書いてあるんですね。で、この辺り全部植民地化されました、ヨーロッパの植民地化されました、されましたって書いてあってですね、面白いのはロシアなんですよ。で、ロシアこれ見にくいと思うんですけども、これ何で書いてあるかっていうと、インターミディエ、多分ね、これ私も読めないんですけど、インターミディエイト・ウェスト・オア・オリエントって書いてあるんですね。つまりまさにロシアっていうのは、この、オリエンタリズム的に見ると、ウエストなのかオリエントなのか、東なのか、要するにアジア、こっち、まあ、ヨーロッパからすると違う地域と考えられる、オリエントの一部なのかっていうのが分かんない、真ん中、間。ということで、ロシアの立ち位置っていうのがですね、そういう揺れている、その微妙な立ち位置がロシアの、まあ、今回の行動に、もううまく説明しているなっていう地図だと思います。若干長くなりましたけれども、始まりがまあ遅れたっていうことで、はい、こことりあえず私の方のお話はここまでにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。